小林誠也と安田雅史の初めの2分。さて、なんと今回もスペシャルゲストの方をお迎えいたしました、はい、人気アイドルグループお掃除アイドルユニットお掃除ユニット群馬クリアーズのメンバー春名珠樹さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、群馬クリアーズ春ちゃんこと春名珠樹です。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。実は、はい、春名珠樹さんは来週水曜日7月11日から新宿村ライブで始まる舞台降臨ハーツにご出演予定で、こちらの告知も後ほどたっぷりとさせていただくと、していただくということではい、まずは、はい、春名珠樹さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。はい、春名珠樹さんは福島県のご出身で、現在先ほどご紹介させていただきました人気アイドルグループお掃除ユニット群馬クリアーズのメンバーでいらっしゃるとともに、女優としても数多くのドラマや舞台、映画などにご出演されておられ、 CM やモデルと新人の僕らにとっては憧れというか、もう本当すごいという言葉でまとめられてしまうほどの存在の方です。そんな春名珠樹さん、今回は舞台本番前にもかかわらず本当お忙しいところ、僕たちのこの番組のゲストとしてお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。本当にありがとうございます。めっちゃすごい褒めてくれる。いやいやいや、もう事実しか言ってないんで、はい、本当にすごいです。はい、ではまず、小林さんが紹介してくれましたが、はい、お掃除ユニット群馬クリアーズっていうのは、はい、どういったアイドルグループなんでしょうか。お掃除ユニットクリアーズっていうのは、はい、街はみんなのゴミ箱じゃないをキャッチコピーに、うん、はい、ライブなので歌やダンスを通してお掃除の大切さを伝えているユニットなんです。あ、なるほど、はい、うん、言えた。現在その群馬クリアーズさんは活動はどういった、うん、今ちょうどメンバーが私一人になってしまって、ちょうど今休止中で絶賛メンバーを募集してるところです。なるほどです。募集中ということで、うん、はいはい、ちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、そのお掃除をそのみんなに大切さを伝えていくっていうことで、うんうん、やっぱり学生時代から春名さん自身はこうお掃除が得意だったりとかしたんですか。うん、お掃除をすることはもともと好きで。あ、好きだったんです。でなおかつなんか小さい頃から母が結構あのすごい綺麗好きというか、あ、なんか結構お掃除してる感じのだったんで、それを見て育ってきたので、あ、うん、人並みには多分得意です。なるほど。はい、じゃあとそういうことですと、ご自身のお部屋とかはもうピッカピカという、うん、ピッカピカ輝いてますね。やっぱすごい輝いてます。お部屋りとか、あの陶器とか。あ、でも水回り今すごい綺麗ですよ。本当ですか。今日朝もう早起きしてあの掃除してきたんですよ。あ、本当ですか。あそこ大変じゃないですか。いやでも水回りはサボると大変になるんですよ。まあそうですよ、ね。なるほど。話を戻しまして、はい、話を戻しまして、はい、芸能界に入られたきっかけをちょっと教えていただける。きっかけはもともとあのやっぱり興味があったんですよ、この世界に。でもやっぱりなんか、はい、なかなか踏み出しにくくないですか。あ、そうそうですね、この一歩目が結構難しくて、はい、でちょうど高校3年生の時にこうなんか進路どうするとかいう時で、なんかそのモヤモヤな気分でなんか受験勉強したくないなと思って、はい、あるオーディションを受けたのがきっかけです。オーディションを受けてという形で、はい、そこが芸能界の始まりということで、はい、なるほど、うん、演技の勉強とかはどこで。なんか本当にちゃんとしたなんかなんだろう、基礎をちゃんと学ぶよみたいなのは、ワークショップだったりみたいなとか、あんまり正直経験がないんですけど、はい、そうです、そうなんですけど、あの舞台とかそういう現場で結構学ばさせていただくことが今は大きいです。実践で学んでいくという。でも確かに現場ってすごい大事ですよね、うん、本当に。あと学ぶ、ちょうどそうですもんね、うん、実際にやってみてっていうのもありますからね、はい、なるほどです。いや、そのアイドル活動としての活動以外に、その先ほどご紹介させていただいたように、うん、女優など他の芸能活動もされてらっしゃいますが、うん、ドラマや舞台の現場に行くとそのアイドルのスイッチっていうのはオフにされるんですか、オンにされるんですか。気になりますね。アイドルのなんか、はい、結構なんかそのアイドルさんとかによってこうキャラクター作ってる方が多いと思うんですけど、はい、そこまで私作ってなくて。あ、そうなんです。だからなんか
スイッチって言われると難しいけど、でもやっぱりアイドルの現場、はい、ライブとかだと、はい、やっぱりファンの方がこうやってライブ中にコールとかミックス、わかりますか、そういうやつがしてくださるので、やっぱりそれでこうテンションも高くなって、はい、自然とやっぱり変わりますかね。あ、それでちょっと自然にそこでスイッチが入って、なんかテンションも上がるし、あ、ファンの方にも入れてもらう、愛の手のコールだったりで、はい、なるほど、ありがたいですね。ありがたいです本当に。じゃあアイドルとして普段心がけてらっしゃることなんかありましたら。心がけてることはやっぱりこうアイドル始めてから人に見られることがライブとかで増えたので、なんだろう、どうやったらこうなんかそういう人から見て魅力のある人に見えるかなってところで、髪型だったりメイクだったり、はい、ちっちゃいとこだけど、はい、そういうところを、もう些細なところから、からちっちゃいところからやっていこうと思って。あ、なるほど、うん、ではその些細なことからというので、プライベートについてちょっとお伺いしたいんですけど、はい、そういった点でこう普段時間がある時とか、うん、何かそういったところで何かされてるところ、時間がある時、はい、そうですね、え、お休みの時はなんか本当、はい、あのアウトドアの反対なんだっけ、インドア、インドア、はい、インドア派なんで、本当お家大好き人間だからお家にいるんですよで結構もうあの趣味があの幕末の小説読むことなんですけど、あのひたすら小説読んでますね。そうなんですね、楽しいですよね。でもお家でそういう風に自分の時間を大切にするっていうの大事ですもんね、本当に、はい、まあ、僕自身が、まあ、訛りが抜けず、まあ、地方出身のゲストの方が来られた時に、まあ、皆さんにお伺いしてるんですけれど、まあ、春菜さんは福島県出身ということで、まあ、方言や訛りについて、まあ、セリフとか話す時にどういう練習をされているのかなというのが僕の確かにそうです、切実なる正直、はい、なんかこのお仕事を始めてから訛りとか結構言われたことがそんなになくて、あ、本当ですか、こうき、そう、あの、そうですね、今のただやっぱりなんか、はい、単語単語で、はい、イントネーション、なんかちょっと言い方が違かったりっていうのは何個かこうあるんで、はい、それをそのために直してこうちょっとメモって注意していくって感じですね。メモを取って直していくな、ね、そうです、あ、僕はどれほどメモを取んなくちゃいけないんだって思っちゃうんですけど、本当にすごいんですよ、訛りが。でもなんかメモると覚えてたりしますね、なんかそれ前注意されたなとか、そうですよ ね、 すよね、形として残りますからね、勉強になります。ではここでちょっと春菜さんの将来の夢って、はい、将来の夢、そうですね、うーん、私はもともとお芝居をすることが結構好きで、あ、はい、なのでそのまだこう経験は浅いんですけど、舞台とか映像とか、はい、そういったところで素敵なこう魅力のある女優さんになることが、女優さんになるほど、はい、夢ですね。なるほど、魅力のある女優ということで、難しいよ、はい、まあ、いやでも、ね、でも本当にそういう風になるのは、まあ、大変かと思いますけど、うん、ぜひ、はい、頑張ってください、応援します僕何なんだろうな、まあ、もう戻しますけど、はい、まあ、冒頭でもご紹介させていただきましたが、うん、まあ、今回の舞台についてお伺いしたいと思いますが、まあ、どういった内容でしょうか。今回の舞台はそのあのアリスインプロジェクトさん、はい、あ、はい、プロジェクトって言いにくいですよね、プロジェクトさんプロジェクトプロジェクトさん の、はいはい、あの舞台なんですけど、そこでこう、はい、あの降臨シリーズっていうシリーズものなんです、その中の一つなんですけど、はい、うん、となんていうのかな、それいろんな結構歴史の時代に沿った話で、はい、今回はちょうど幕末の、私が好きな幕末の、そうなんですよ、もう最高なんですけどのなんか結構遠い未来、いつだか分からない未来の女の子たちがその、はい、昔のそういう志士さんたちを降臨させて、はいはい、あのそういう反勢力なんか対立してる、はい、対立してる人同士、はい、戦って、そこにいろんな友情やら何やら芽生えてっていうストーリーです。なるほど、難しいんですよね、はあ、はい、難しい、そうですよね、言葉で伝えようとするとSF ファンタジーものらしいです。あ、なるほど、難しいです、 SF ファンタジーなるほど、はい、その作品、春菜さんのファンにとってこう、うん、一番の見どころ、こうここは見てっていうところ、見どころは、はい、なんかあの
今回の役が新選組の五番隊隊長の武田寛隆祭っていう役なんですけど、そのもともとその昔の方なんで男性なんですけど、やっぱり男性を女性が演じるってことなんで、普段見れないちょっと男気があるっていうか、なるほど、かっこいい私が多分見れると思います。なるほど、そこは相当見どころですね。ポイントだよ。ポイントということで、まあ、大変恐れ多いんですが、まあ、改めてご出演される舞台について、まあ、詳しい告知の方をお願いしたいと思います。はい、告知します。はい、お願いします。7月11日から7月16日、新宿村ライブにて上演されるアルスインプロジェクトさんの舞台、降臨ハーツに出演させていただきます。このアリスインプロジェクトさんに出演させていただくのが2回目なんですけど、実は1回目がちょうど初舞台、初めてのお仕事の時で、個人的に、ね、こう思い入れがある、作品でもあるので、はい、みんな見に来てね。見に来てね。見に来てください、ね、本当に。本当に。春菜さんがそうご出演されてらっしゃるのが星組、星組、月組と星組っていう分かれてて、その星の方です。はい、星組の方で、そこ大事です、はい、そこ大事です、ね、そこ大事、はい、月に行ってもいないから、はい、星組の、星組のご公演をね、チェックを、はい、いや、ありがとうございます。はい、今回のゲストは春菜玉木さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。